ああ。ここ入ってるかな。今週もいつも通り9時から9時30分に次の細道9時大会予定しておりますので、それまでの試合の方をよろしくお願いします。お楽しみください。では失礼いたします。
Yeah!
Thank you.
山本です。こんばんは。こちらは、埼玉県新座市、デイトナ式に本日お邪魔しております。8月4日、2017年の8月4日、第40回、式の細道ということで、もう40回目となってしまいました。早いものです。この前1周年、迎えた対戦会ですが、皆様のご協力により、早いもので対戦会も対戦会ちょっとあれですね、始めてから式の放送道始まるまでちょっと時間はあったんですが、もう今日すでに40回目ということで早いものですね。皆さんご協力していただいたおかげで最近集客がすごいまとまっている感じですね。常時、金曜日は10名ほど見られてます。配信台では今、
の時代をしていたところですが、早速式の細道、1試合目となります。 1P 側、辰俊さん、龍ですね。そして 2P 側なんと、立川さん初来店ありがとうございます。まあ、デートな式自体はかけることかで来ていただいてたんですが、式の細道初出場ということで、こんばんは、山本さんと。こんばんは、X ゲーマーズさんですね、はい。彼はすごい、いろんな言語を分かってらっしゃる。イスラムなんですよね、確か母国語がって言ってますね。日本語も OK。 はい、そうですね、日本語もある程度分かりますし、英語も当然みたいな形で、トリリンガルですね。で、そう言ってる間に、ワンピーが緑色の竜が辰俊さんの竜、そうですね、ツーピーがの黒い竜が立川さんの竜ですね。おっと、ムーさんからメッセージされてますね。神様、今でもちょっとあれですよ、ちょっと喋ってる間に辰俊さんのいいところが、辰俊さん、昇竜拳は普通なんですけど、はい、残り中ピー耐久がすげえ反応が早い時があるんですよ。なるほど。おっと、すいません、ちょっと見逃してました。中 P 対空で拾って、あれかなりダメージでかいですからね。そうですね、3発入るんでね、昇竜ゲル大きいっていう。さあ、これはまさかの、まさかのあるのか、神殺しがムーさん半泣きになってしまうのか。さあ、大地、さあ、落ち着いている、弾を昇竜避けしつつ、無理にはいかない。ゲージは使ってしまう。でもあの体力なら OK かもしれない。さあ、おっと、飛び落としてまさかの、とで続いて、続いて僕ですね、すいません。いらっしゃいます。やばいやばいやばい、続いて 2P 側に入ったのはほぼ山本さんのチュンリーですね。すみません、ちょっと離れている間に山本さんが一段取ってますね。おっと、戦列つながっている、しゃがみくらいから戦列がつながって神を倒した辰俊さんでしたが、山本さんの前に敗れると。続いて川シムですね。さあ、 1P 側カワシムバイソン、珍しいですね。はいはい、さっきカワシムさんのバイソンだったんですけど、すごいためが6まで貯めるそのマイスターな。でもかなりバイソンできますね。すごいですね。パンシェフさんのタメキャラのサブは DJ 以外で初めて、そうですね、あんまり見たことがないですね。かなり動けてますね。これ前々からやってたんですか、バイソン。いや、全然僕も初めて見たんですよ。すごいですね。何が、あー、これですね、このさっきのこのタメがすごいタイミング当てるのがうまくて、
スビッカーさあ、スピニング暴発っぽいのが出たところを落とされて、川島さんが今日は一人一勝って感じですね。で次がセロさん、いきます。さあ、川島さんの今回の第40回四季のおさの人は勝ち抜き戦という形で、やってます。さあ、ソードリバーさん来店記念ということで、さあ、おっとスローテープさんはなんとここでなんと S 剣ですね。 S 最近アニメで S 剣と、川島さんのバイソンですね。さあ勝利権、しかしこの S 剣の恐ろしい当たり判定がものすごい、その非常にいい展開となろうというところですが、川島さんのバイソンがやっぱり非常にちゃんとしたっていうか、ちゃんと待ってるいながら打ってますね。それ素晴らしいですね。3回目、さあしゃがみ中パンチ、さあ波動で飛び込んで、波動でやって、さあここへ勝利権、そこへさあスロさんのスロさんの S 剣がどうだ、足払い、さあメル、しかしそこを追い込むところを勝利権、さあジャンプショーキック、さあさっさってやって、勝利権、ああしかしこれは浅い、まだまだ全然チャンスがある。さあ波動拳、さあ上り切り、さあ来たと、さあそこを恐怖の、この S 剣ならではの恐怖の勝利権で、さあ1-1となりました。さあ3本目、さあ開幕昇竜拳、さあこそへ投げ落としたところをベシベシと返す、さあもう一回腰掛け、さあここからバイソンベジカ、しかしこう投げる、さあ波動拳で、しかし冷静にやるところ、そう S 剣のこの恐怖の判定で昇竜拳を当てる、さあまた昇竜拳当てる、さあこの次に投げる、さあこれは、さあこれはセロテープ拳が、あしかし昇竜出した、しかし非常に危ない展開、非常に怖い展開で川島さんのが2人抜きですね。さあ、次が、川島さんがこれで2人抜きですね。でこれが次がノブ、さんの X 剣ですね。しかしさっきのこのセロさんの S 剣を免疫をついてる分、精神的には川島さんが有利かもしれませんね。さあこれ、しかしこのノブさんのこの X 剣はこのショーキック、この連打からの部分から、そしてこうやって、さあここでやって、さあ処理拳ビシッとやって、さあわーと、さあこれ君やって、さあ川島さんのこの追い込みが怖いところが、しかしここはさあノブさんの今の恐怖のこの追い込みから、さあまさにこのさあこのノブさんの乗っている時のノブさん非常に手強い、この川島さんのこの冷静なこの止まりからの動きからのこのバイソンも非常に手強いぞ。さあこれで、さあこれ投げる、目に離せない展開、お互い全然止まらない、まさにマッハスピードの戦いと言わんばかりのこの、さあゴチゴチと、さあショパンチパンチ、さあ止まらない動き、さあまだわからない、さあさあバイソンがゲージが溜めている、さあこれ結果どうなるか、あーしかし飛んでしまって1本取りました。さあ川島さんが取って1-1、さあ3本目、さあ開幕、さあうわーっと当てて、あパシュッとやるところをうまく勝利権ちゃんと当てる、さあペシュッと言った、さあこの小ジャンプパンチからの竜巻のコンボが精神的に戸惑わせますね。この辺がうまい、さあノブさんのこの辺 のトリッキーな動きに対して、しかし冷静に見ながら今パンチ2発当ててる川島さんも素晴らしい。さあここで波動拳をやって、波動をやる、さあここでゲージが止まる、さあここで、さあここで当てる、どこの辺で当てるか非常に手強い展開、さあ波動当てやる、あしかし波動当てる、あっと波動当たった、さあこれはどうなる、あーしかしギリギリの前でこれで川島さんが3人抜きです。さあ次がお茶丸さんですね、お茶丸さんのバルログですね。さあ来週の XS で、シロさんとこのお茶丸さんのこのバルログ、さあどういう動きになるか注目ですね。さあこれ、さあこれビシッとヒョウを立てて、さあヒョウを、うまくヘッドで返す、
実はひょうこのひょうが全くどっちの方向か読めないところがうまくちゃんとヘッドで返す。さあヘッド化してさあ投げる。さあこれヘッドで投げる。さあワードとさあこのためがもうバイソンからすれば大快感と言わんばかりの。さあ今の1本目は相当に精神的に有利。そこでワードやってさあペシペシってやってさあここで積み分ける。さあひょうをやりたいがひょうをちゃんとこうやってかわしてそして端に追い詰めてヘッドでやってかなり川島さんが有利。さあヘッドでやる。さあここからは内村さんがどうするか。伸びたところをスパコンでやる。さあ完璧な安定したゲームで川島さんが4人抜きですね。素晴らしい。さあ次がニアさんですね。さあ次がニアさんですね。さんがさあ相手の X 剣でいやか高いんだけどこれとそれにニヤさんさあニヤさんがこれは勝てないと言いながらも川島さんは俺はにわかバイソンだと。さあお互いのもの精神的な試合が始まっている。ここで膝を蹴る。さあここでやってさあ今のミサンダは痛い。さあここ蹴りを打っててさあどうなる。さあ中キック当てる。さし飛び込むヘッド。これはまだ怖い。ゲージが溜まってる状況。さあおーこの辺がニアさんの素晴らしいところ。今の誘いうまかった。さあ空中竜巻で1本取りました。さあ4名。さあ衝撃処理拳。さあ処理拳ここでペシペシとやって処理拳竜巻。さあ処理拳ここでさあトーグ。さああーレッパーを出してしまったでパンチで。さあ川島さんがありがとうと一本取りまして。さあ3本目。さあ使いうまく竜巻。さあこれでさあ波動拳を出して。さあ波動拳また当てる。さあここはどうなる。さあこれで右やって。さあ膝蹴りゲシ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 とゲシッと処理拳。さあこれは素晴らしいこのショーキック処理拳やると言わんばかりの。それでニーヤさんが一人抜きですね。さあ次は破天荒さんですね。さあ次は破天荒さんが次は龍ですね。さあこれは注目の対決。破天荒さん非常に第38回からの龍と三の奥の誕生で目覚ましい活躍が一気にものすごいのあの急激な素晴らしい竜を見せてくれる破天荒さん。さあ全国のスケスプレイヤーに非常に竜の素晴らしさを教えてくれた破天荒さんが、いやしかしここで、剣がニアさんの剣が1本取っております。さあ2本目どうなる。さあ4名。さあこれさあ今のこの勝利の誘いはうまい。さあこれ波動拳しかしシード。さあこれああしかし勝利を当てないところをニアさんうまくこう誘いながら小勝利を当てるっていうこれが素晴らしい。さあ波動やって波動拳これ勝利拳やってさあこのめくりが破天荒さんの素晴らしいところ。さあここでさあここでああしかし今のところ決めたかったがさあ勝利拳さあまだ分かんない。ああしかし連覇が決まってなんとここでニアさんが2人抜きです。さあ次がヒカルさんですね。さあヒカルさんのアルロゴ。さあこれがどういう形となるか。さあ勝負はまだ分からなくなってまいりましたね。さあヒカルさんのバルログ。さあ今日やってさあ処理拳ゲシシシシシゲシシッとゲシ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 と。さあゲシゲシッと決める。しかしニアさんのこのやはり非常にその相手に対する対戦の心理的な部分が非常に強い。このニアさんの剣非常に誘いもまく非常に素晴らしいとなっています。さあしかしその投げる。さあ佐々木波動拳
めくりたさき、さこねーさー、これめくりたさき、さあまたたさき、さあ今日もやるところ連覇をしてしまって、ちゃんとガードする。さあこれガードして、あーちゃんと当て、シャドウパンチ当ててダブル KO に持ち込みました。さあ3本目、さあ立ち持ちで立ちショーキック、波動拳、波動拳でやって、さあここでちょっと北口はベシベシと当てて、さあジャミナイキープ、めくったさき、さあ勝利拳、さあ素晴らしい、ニアさんこれで3人抜きです。さあ次がトモザさんですね。さあ今日はトモザさん 何のキャラでメガでやるのか、それともバイゾンか、その他のキャラか注目ですね。おっとトモザさん、ここはガイル、さあトモザさんのガイルとニアさんの剣ですね。さあ波動とソニック、そこでピャッとやって投げる、あショルケン、しかし今の大射撃キックがここをショーパンチで止めて、波動拳当てる、これはうまい。さあ波動拳もう一回当てる、そこで首使って勝利拳、勝利拳、しかしサマーを誘って、しかしここで今で大キックだけど素晴らしい、そこで投げる、あーしかしうまく誘ってダブルサマー素晴らしい、そしてしかしあー飛んでしまった、大変なことになってしまう、やっぱり勝利連覇で1本取りました。パソニック、パソニック、パソニック、波動拳、波動拳、波動拳、さあチキック、そこで飛んで、そこで投げる、投げる、あやってショルケン、さあこのいいぞトモザさん、あートモザさん今のガイドの立ちショーパンチ、ショーパンチ、そこでさあ後ろ投げる、さあしさあこあしかし違ってしまった、しかしまた膝蹴りを食らう、早く食らってしまって、これでニーアさんが、4人抜きです。さあ次が、立川さんですね。2週目始まっております、8月4日四季の遅めで第40回、総堂リバーさん来店記念、さあ、立川さんの竜と、宮さんの剣ですね。さあ、なるさあ開幕転ばす、さあお互い転ばす、波動拳、波動拳、波動拳、ここで突破して、さあ勝利拳、波動拳、勝利拳、この前のところの足払いで転ばせるところが立川さんのすごいところですね。さあこれ波動拳、波動拳、波動拳、この前のギリギリの取り方で、この波動拳です。あしかしこれ今ニアさんに当たってしまった。ニアさんもあれですね、昔から立川さんとやっていて、ああそうなんですね、現役の頃の立川さんを知る男なので、ああこれはある意味歴史的な、あしかしこれ膝蹴りでした。あしかし立川さんに当たってました。さあこれ波動拳、さあ、どっちにやって、さあ、勝利拳、上は取らない、さあ、リバーサル勝利拳、素晴らしい、そこで上は取らない、さあ、リバーサル3連発から、おー、そう、ここで大勝利ですね。さあ、踏み込みだやし、さあ、やっていない、あっと、おかしい、おかしい、あー、たすばきゃさあ、これでニアさんが5人抜きで、次、自分ですね、頑張っていきます。まさかの立川流散る。さあワンピーガに入ったのは辰俊さんの流ですね。さあなんか動きがもうどっちが剣だかわからないような、さあドットだが
無理やり持っていこうとしている。お釣り失敗で、さあ起き出せ飛び込みが通って、昇龍昇龍、お返しとばかりに昇龍昇龍、ツバメ返しから昇龍拳、動いちゃいました ね、とこれでニーヤさんが6人抜きで、次がさあほぼ山本さんで、チュンリーですね。さあここでどうなるか。さあ山本さんのチュンリーとニーヤさん6人抜きのこの剣ですね。さあ、さあクラゲと波動拳、クラゲと波動拳、クラゲと波動拳、そこで中間地出す。さあクラゲ、さあそう飛び込む波動拳、ピシッてやって勝利拳、波動拳、波動拳、さあチキック、波動拳、波動拳、さあガス巻きをやる。少し山本さんをちゃんとガードしてクラゲを出す。そしてスパコンを黙っている。さあこれがチュンリーだと山本の戦列客だったが、ここがあってうまくガードしてロケッティアでニーヤさんが1本取りました。さあ2本目、クラゲ、クラゲとやろうけん、さあクラゲで食べていって、そこでやるというところが、しかし今のところして、さあこれ、チュキック、さあ波動拳、クラゲとチュキック、しかし、踏んでしまう、昇龍拳、ゲシと、昇龍劣化で、安定の7人抜きですね。さあ次が、スローテープさんですね。さあここでスローテープさんがかぶせでやるのか、それともザンギでいくのか、これが非常に注目の部分ですね。さあスローテープさんは本当のザンギでやっております。さあこれはどうなるか。さあ今さあこれで取れまして、あー今の蹴り素晴らしいですね。さあこれでさあ波動拳、さあ飛び込んでさあ飛ばす、あーしかしスクリューでさあ吸い込んでしまって、さあダブラリーで、さあそこでさあこの転ばしがシロさんのいいところですが、今これでさあしゃがみ台キック、さあ近寄らせるか、そこでああしかし転ばせる。さあこれスクリュー、さあここからどうなるか。わあ素晴らしい素晴らしい、今のしゃがみ召喚師からのスクリュー、スクさんが1本取りました。さあ4目どうなるか。あーしかし飛ばす、さあこれやって、あーしかしこれ、しかしまだ全然チャンスはある。さあ勝利拳、さあこういうところを、さあ降りたところをちゃんとガードする。さあこれ心理的な振り出しか、そこでそこで吸い込んで、さあここからどうなる。そこで2回やって、しかし勝利拳、さあこれ怖い。さあそこでちゃんとガードする。さあまだわからない。さあここで、あーしかし今の吸い込み明らかに誘ってるか。さあ今の膝蹴りで 1-1 になりました。さあ3本目、さあ心理拳、さあ中キック今のいいぞ。さあここで竜巻、そこで膝蹴りガシ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 と決めて、さあ勝利拳、さあチップ買って、突破する。さあ心理大キック、さあ動け、さあクリュー、ああこれさあ突破する。そこで、さあ動け、さあ勝利拳、そこでそうする。さあここから、さあどうなる、この勝負はまだ分かんない。さあこれは最後まで、あーだけ当たった。さあスルさん頑張れ。あーしかし今の竜巻でニアさんがこれで8人抜きです。あーさあ次はノブさんですね。さあノブさんがここで剣を出すのかな。
さあ、さあ、忍さんの本キャラの剣という形で、注目の剣同士の対決ですね。さあ、この誘いが非常にうまい、ニアさんの剣に対して、さあ、こういった、そうですね、こういうトリッキー的な誘いに、このノブさんの剣がどううまく対応していくか、しかし、ニアさんの今の当てるところは非常に素晴らしい、これ、しゃがみ台キック、さあ、波動拳、安易にお互い飛び込めない、さあ、ここで飛び込ませて、衝撃。さあ、これで下切り、さあ、ここで、さあ、頑張れ、さあ、連覇で、ここでノブさんが1本取りました。さあ、2本目どうなる。さあ、まだ全然、ニアさんのこの勝負の強さが分かるところで、まだ全然分からないぞ。さあ、ここで、さあ、ノブ、さあ、勝利拳、波動拳、さあ、画面上のノブさんの方、さあ、今の近づいて、さあ、特殊パンチで、優勢に対して、で、波動拳、サンドで、さあ、今のこぼし、サンドで、また転ばす、さあ、この一瞬のこの間が怖い、一瞬のこの間からの膝蹴りで、皆さんが1本取りました、さあ、皆さんがこれで、さあ、急に抜きになるのか、それとも、ノブさんが逆転になるか、さあ、ビシビシと、これ、さあ、勝利拳、ビシビシと入れて、さあ、ここで、かなり精神的有利、波動拳、さあ、ノブさん頑張れ、さあ、ここで、さあ、波動拳、さあ、勝利拳、さあ、まだ勝負分かんない、しかし、勝利拳、波動拳、しかし、レッパーを出して、新谷さんが9人抜きですね。さあ、次がお茶丸さんですね。さあ、ここでお茶丸さんが何を出すかですね。さあ、おっと、お茶丸さんが、なんと、ペイロンですね。初めて見ますね。さあ、どういった動きなのか。さあ、ほいほいと攻めていく、このペイロン、いうのか、ね、しかし、たすきあって、さあ、ゴール投げる、さあ、これ、蹴る、しかし、今、手を出してしまったのか、勝利点も取れる、ほいとくれて、さあ、しかし、さあ、一番投げり、さあ、勝利点、ペシペシと勝利点、いいですね、ニアさんの点が。さあ、1本取っております。さあ、2本目このフェイドのしゃがみだけはいいですね。さあ、ここで決めたいところ。さあ、しかしうまくガードする。さあ、波動を踏んでしまってペシッとやって勝利拳。ここから今のしゃがみをやるところ。さあ、ピック拳、ここで飛び込んで、これは今のお茶丸さんの反応が素晴らしい。さあ、ここからまさにもうフェイロン素晴らしいですね。お茶丸さんのこのフェイロンが、ここでホイと岩狩りの、まさにこれは考えないで感じ取るものと4番目のこのフェイロンの、さあ、この正と銅の組み合わせ、さあ、ね、さあ、しかし、しゃがみ大キックでニアさんの見事10人抜きですね。さあ、次が、川島さんですね。さあ、次が破天荒さん。あ、終了。はい、マイク変わりまして、1周目で、ニアさんが10連勝ということで全員に勝ってしまったんで、仕切り直しと。で、ニアさん外すんですかね、これ。外さない。
入れます。はい、外さずに頭からですね、次の2人が繰り上げで、破天荒さん 1P 破天荒さん 2P カーシムさんということで2周目なんですけど、もう2周すでやってる人もいたりして、そうですね、エントリーでいただいたお金が続く限り今日はやっちゃおうかなと。決勝戦一先とかにならないですよね、これ。あ、その分ちゃんと残して大丈夫ですよね。はい、3先分残して。なるほど。まあね、まだあの30分ぐらいしか経ってないんでね、5試合だから6切れだから150円残しておけばいいのかな。そうですね、3先最大5試合ですよね。あと筐体に何キロ残ってるかよくわからないから、そうですね、終盤お金の1回ずつ入れよう。お、ちょっとゼロまで持ってってそっからクレジット入れる方式の方がいいっす。最後の方だけね。はいはいはい、同世代だとネオジオなんかはクレジット数見えたりしたんですけどね。そうですね、あと CPU の強さなんかも書いてありましたね。ああ、そうなんですか。ちょっとね、残念ながら X は全く見えなく、マックス9までしか入らないという仕様なんで。いい昇竜。さあ、カスタネが、おっと、最後スクリュー。いやー、生す、ん、ボディ決めてからのスクリューでしたね。そうですね、当ててからの当てスクリュー。次、ヒカルさんですかね。カーシムさんのザンギが勝利で、右側に入ったのは店員さんのヒカルさんのバルログですね。そうですね、赤いバルログ。さっきまで彼立ちテラーを知らなかったので教えておきました。あ、なるほどなるほど、はい、しばらく溜めた後に真横へできるってことですよね。そうですね。あー、なるほど。バルログので、剣の竜巻がめんどくさそうだったので。お、ハクさん、ハクさん見てくれるんですね。すごいですね、ハクさん出張中なんでしたっけという話を、なんかしばらくちょっと来れない的な。そうですね。さあ、ヒカル君1本取ってますよ。さあ、今のです、今のタッチガードしたけどテーラー出ちゃうやつですね。はい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 。さあ、ハメハメです。いやー、これザ厳しいですね、バルログとしてはね。上が溜まってないと何もできないですからね。上に対して、まあ、バックスマッシュがあるんで。はいはいはい。あ、そうか、そうそう、バク転ですか。そうそう、バク転で。なるほど。あ、この場合いいですよ、立ち台系とかでもいけるのかな、相打ちぐらいはみたいな。おっとおっと、逃げて逃げて。おっと、逆飛ぶ方向逆。あー、出なかった、捕まった。連打音は聞こえた。素晴らしいですね、でもね。で、友澤さんですかね、次。はい、カシムさん、ザンギが2連勝。お、ハク君、ハクさん、横須賀におりますと。あれ、国内なんですね。てっきり海外的なところかと思ってたんですけど。なるほどなるほど。意外と近いですね、横須賀、神奈川県ですね。そうですね、そんなに遠くなかった。そうですね、いや、これはしないと言ってる間に。おっと、友田さんの竜は結構ザンギ戦うまいんですけどね。お、そうなんですか。本人曰く最近はベガよりも竜の方が対ザンギ勝率はいいって言ってたんで。流行ってる。なるほど。なんですが、川島さんも、元ザンギ使いですからね、いろいろ流線はかなりグイグイ来るタイプですね。道着はやっぱやってるところだと思うんですけど。そうですね。
このゲームどんなに頑張ってても結局龍拳に勝てないとちょっと生きていくのは辛い感じありますよね。あ、何やっても龍とはやることになる。プレイヤー人口多いですからね、やっぱり、ね、安全重ねからの、真空が使わせての、おっと届かなかったんですかね、早かったんですかね、どっちかですね。竜巻が出てましたからね。あー、なるほど。おっと、走った画面端、ちょっと早かったですね、飛ぶの。さあ、壁が入れ替わったぞ。まあこれあれですよね、龍山儀多分あの端に追い込んだ方勝ちみたいな。あ、そうですね、とこはありますよね。端はきついです。そういうことですよね。はい、なるほど。龍の上手い人に追い詰められたと結構きつい、生産儀側も。そういうことですね。おっと、鏡くらいからの真空ヒットしてましたね。まあガードでも死んでましたけどね、多分。続いて、お、続いて立川さんですかね。カシムさん2連勝でおしまいで、ここで、ね、チャンプ立川さん登場ですね。まさかの龍対決、いやー、羨ましいですね。もう僕みたいな人はもう対戦していただけるだけですごい光栄なんで。ぐいぐい行きますね。うおぉ、昇龍に歩き中はシャドウ、すごいなぁ。下が最後はしっかりあれですね、大足払いに飛び蹴りを。昇龍拳、うおっと、めくりからのヒット確認ですね。あれヒット確認ですよね、はい、中盤昇龍ちょっと上が通るのかと思った。溶かした、おっと割る、昇龍で割る、うわ、ぐいぐい近づいてくる。さあ立川さん1本取り返して、第3ラウンド、いやでも友田さん何やってもやっぱりうまいですね。そうですね、送らせ、中足波動ガード、お、使わされた、使って真空持ってるが体力が少ない。さあファイヤー波動、積み込み大足、ちょっと前歩きましたね今ね。いい踏み込みでしたね。さすがです。続きまして達人さん、友田さんが2連勝で、達人さん、でまた龍対決。いやー、やっぱプレイヤー人口多いですよね、龍はね、どうしても。うん、ね、なんか X になって極端に剣人口が減った気がするんですけどね。剣の方がなんか足払い波動しようとしても変なキックが出るとか、あ、難しいですよね。素晴らしい、あ、伸び伸びした動きで辰利龍が1ラウンド目を取っていく。おっと、うまい、おっ、おー、昇龍出る。さあ、溶かしてめくりから、おー、抜けた、強気の昇龍、余計剣みたいですね。そうですね、昔と違って上昇中完全無敵ではないので弾避けるのも結
結構シビアなタイミング。さあファイヤーで焦がして、あー早かった、早かった。ほぼ山本3回目の登場、スカウはまたしてもチュンリー、ちょっと気候が出ていないか。ファイヤーこかして上り中パン、先読み気味に当てていく。おっと勝利狙い、円でこかして、さあ陣地を取り返す。戦列使っちゃったが、昇竜拳。さあ飛ばされている、ヒットが痛い。波動から沖昇竜踏み込んで投げ、辰年竜が生き生きとしている。はい、明日は敗れました山本です。続いて、セロデフさん、ザンギ、お、メインキャラいきますね。緑対決、お、ぐいぐい攻めていく。まあ竜は波動を打ちたいですが、やっぱりダブラリがありますからね。おっと、まさかの立ち衆キックに昇竜拳合わせた。わあ、死んだ、減りましたね。長州投げってやつですよね、長州キックからの。いやーすごいなー大昇竜。やっ、辰野さん温まってきてるのか、もしかしてだいぶ温まってきてるのか。まさかのスクリューミス、ちょっとセロテフさんも動きが硬いのか。まあ1本取られてますからね、ちょっとあれですね。あー、この体力差、この時間、厳しいところではあるが、なんとかしたい。うわー、竜巻、最後は竜巻をもらってしまう。辰巻さん3連勝。続いて、お茶丸さんじゃねえや、ノブさんですね。おっと、ノブさんのザンギ、みんな剣だと思いましたよね、予想裏切る。達夫さんもザンギ2連戦はちょっとね。お、でも波動がうまいっすね。お、ハクさん、火曜日東西戦行こうかと思ってます。バーサスってことですか。
あら、あら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 、頑張ってきてください。あー、最後めくり気味に入った膝が投げかされてしまう。おっとスクリュー、安全重ねからのスクリュー、これ厄介ですよね。そして波動にはうわっとうわっと飛び込みから当ててのスクリュー。大足空振りに対して弾きですよね、これ。おっとすごい安定してますね。の達人さん3連勝で終わりの、いやいや、お茶丸さんですね。ノブさんが一勝。ノブさん、僕ザンギすごい強いと思うんですけど、あっとまさかのお茶丸さんザンギでいった。ザンギザンギ、なんだこの組み合わせ。おっ、しかしやっぱりザンギに、おっとリバーサスクリュー、お、これはハマっちゃうのか。おっと暗いスクリュー、やっぱりザンギはノブさんの方が経験値上なのかってところですね。ノブさんでも全然ザンギしないですよね。ノブさんザンギ結構使いますよ。本当ですか。はい、たまにしか見ないんですけど、でも安定してる気がするんですけど。おっとまだまだある、ジャックスクリューだったか。回している、なるほど。優しいスクリューだった。これは死なない。なんだこのプロレスゲームはみたいな。光った、バニシったところにファイナルアトリック、バニシンを光られた。で、あれ、ごめんなさい、ノブさんが1勝で終わりで、ニアさん、そうですよね、ザンギにホンダで行かなかったのをちょっとね悔やむべきですよね。おっとまさかのベガ、お茶丸さんが何勝まで伸ばせるかって。あ、違う、お茶丸さん1勝目です、まだ1勝目ですね。おっとさっきと全く逆のマリシングガっていうか、もう何が出てもダメです、今のはね。そうですね、ガード安定です、動いたら死ぬやつですね。スクリュー暴発なんですかね、もしかして。あ、スクリュー狙いに行ってて、
あれ思ったんですけど、スクリューでバニシング暴発する人は逆に回せばいいだけなんじゃないですか。そうです、逆に回せばいいんです。そうですよね。ただ、まあ、普通は前に踏み込んでから出すので、はいはい、前から下に下を通して上に行くのでバニシングが出やすい。あー、なるほど。前に歩いて後ろから回すっていうのは一拍遅れるんで。そうですよね、レバーを倒さないといけない、はい、と言ってる間にダブルアリに刺さって、おっと、ずっと、だが、おっと、なぜかリストマック、なぜかスクリューではなく、だが光った、スパコン出ていなかった。まあそうですね、どっちが光ったかみたいな話ですよね。相手もスパコン出していたと。お茶間さん2連勝で、次が破天荒さん。破天荒さんですね。破天荒さん先日ちょっとね、西の方で残機の多いね、店でやってたって噂ですから、その成果が出るといいんですが、これ残機流五分っていうんですけど、残機使いの人に聞くと残機の方が有利っていう感じですよね。残機竜、そうですね。でも竜使いに言っても別に竜有利とは聞かないんですよね。たまにあるあの66っていうカードあるんですよ、たまに。謎の66とか44とかたまにあるんですよ。ああ、10いかないやつが。そうです、10ではないやつ。残機竜とかは結構どっちに引いても、いや自分の使ってる方が有利でしょうみたいな感じでお互い譲らないんですよ、66 そうですね。たまにも44とか言ってなんか、いやー俺の方がちょっと不利でしょうみたいな譲り合いみたいな、譲り合いみたいな言ってる間に破天荒さんも取り返して、さあモンテ帰りの男はザンギとどこまで戦えるのか。ダブラリ、おっと、お互い待ったが何もせずで、ちょっとあれですね、バックジャンプ波動が多いのが気になりますね、ハテゴさん。さあ、真空当たった、真空引っかかった、置き攻め。さあ、転んだぞ、このまま壁から出さない、あっと前歩いてしまった。そしてバニシングでダイヤ差しに行ったんですが、ダイヤ足が届きなかった。ファイヤーハードでよかったか。今で、ヒカルさんですね。今の逆転の仕方なかなかやばいですね。今の光あれですよね、立ちから光りましたけど、まあバニシングですからね。ああ、そういうことか。バニシ中に回してたんだ。バニシ中にぐるぐるしていて、ハテンコさんが踏み込みダイヤシをしに行って前に入ってしまった。なるほど、よくできてますね。ファイナルアトミックはあのスクリューより前が狭いですよね。おっと、また光った。今日はよく光っている、光っている。しかし僕これ大会チームメイトで、僕ザンギで彼バルログなんですけど、ちょっと変わった方がいいかもしれないですねザンギとバルログ両方やってもらって、今回ちょっと軽くお酒でも飲みながら言われて、え、今回ちょっと軽く前回は軽くなかったんですか。まあまあ軽くです、はい、すごいですね。いやいやいや、こんな光るザンギあんま見ないですね。おっとなんと4連勝並んでしまった。おっと、ここで次、あ、でもここでカワシムさん、でしかもですね、今ですね、1位は新谷さんの剣の10勝は間違いないんですが、はいはい、なんとここで2位が先ほどのカワシムの
ターシム4連勝でしたね。4連勝ですね。ターシム4連勝に対してお茶丸さんも今4連勝中なので、お、はいです、これ勝っちゃうと2位が単独2位ですね。交代ですね、順位が変わると。あー、交代じゃないや、並んでますからね今。さあ、だが DJ 戦は知っているか。DJ 戦もかなり面白くていい勝負なんですが、お、まためくりストマック、ちょっと安全がさに深かったですね今。正代と置いて、でも十分戦えてますねこれね。得意のめくりストマックも出ました。でも飛んじゃうんですよね。いや、一周回って逆に飛ぶのがいいかもしれない。なるほど。いやほら、あの飛ばないでしょって思うからっていう、ね、そうそう、じっくり来る残儀に慣れているとより、あー、ピョってしまった。さあ、4連勝で止まってしまった。4連勝で止まったのでどうしましょうってところですね。で、続きまして、先にクレジットがつきたら、はいはいはい、4勝同士で、まず4勝同士で一先で暫定を、おっと、あと、さあ、今日もしかしてチャンプ立川は大会でまだ勝利がない。あれ、そうでしたっけ。あ、そうかもしれないですね。意外や意外。でもやっぱ最近やってる感じしますねこれ。どうしたね、動きが鋭いですよ。多分あれじゃないですか、そのマニアの間からすると、いやいやいや、こんなもんじゃなかった。現役のもの、立川さん、こんなものではなかったという人もね、いるかもしれませんが、ダルシムの乗せ手を見てから昇竜拳が間に合うぐらいだった。おっと、遅らせ、中盤遅らせの真空。しゃがみ中盤は多分ジャックもソバットも当たらないので、あれ安全重ねなんでしょうね。なるほど、知らなかったですね、リュウ使ってる僕は知らなかったですね。なるほど、ジャックもソバットも結構あの攻撃判定が高いんですよね。しゃがんで技重ねるとあの当たんなかったですよ。なるほど、ガードが間に合ってしまう。そうですね、キャラの技にもよるんでしょうけど、加えて龍のしゃがみ中盤、おっと、大昇龍、いい減り減りましたね。ここで、あれ、チャンプ立川四季の細道初勝利ですかね。立川さん一勝、で続いて友田さん、また友田さんと立川さんですね。先ほどは龍でしたが、おっと、ね、もういい機会なんで出しますね。いい機会なんで、ここはですよね、メインキャラで全力でいきたいですよね、はい、友田さんはやっぱり、ね、ベガですからね。ダブル2の2発目だけ当たりましたね。おっとめくってるかと思わせて表ですね。さっぱり分かんないですね、なんか起き上がりにダブル2出したり最後出したりして表とか裏かみたいな。おっときっちり最大、うわ、安いぞ、安いが昇竜、うーん、ゲージがないベガンには逃げれないですからね。逃げようがないですね。おっと、めくり気味だが勝利。さあ、またヒットコーニー。おっと、減りすぎですよ。減りすぎですよ、ベガ側の体力が。あれやばいですね、ベガ側もなんかやってられないぐらいの感じはありますよね、あれはね。そうですね、しかしこっちも、おっと、コンボミス。痛恨の。スカルダイバーから、おっと。ああ、最後はきっちり、勝利に。まくりましたね、こう。
さあ、ここで次は山本さんの、ああ、竜ですね。はい、じゃあ、山本さんの竜と友田さんのベガですね。さあ、さあ開幕サイククラッシュをガルして投げる、伸ばす、スーパー波動拳。山本さんが暴れながら行くが、すごい冷静に行って、さあ、マジっすかと山本さんが。さあ、開幕、さあ、友田さんの動きが早いですね。そこで、さあ、右をやって、しかし今もめくりすぎに返って、そこで、パシパシパシペシペ、もう、パシパシと決めて、あっという間に、友田さんが。これで2人抜きですね。次がソルテープさんですね。さあここで次にセロさんがザンギですね。さあさあこうさあ四季の細道で何度も来る俺はやばいっすと。さあしかし友田さんの手が、スローさんも残機非常に体的には非常にというかが難しいかもしれない。あーしかしピュータンさんここでさあスローさんこれ素晴らしい、これで一本取りました。さあ2本目、さあこれあーしかし振ったところ投げる。さあこれはレンクトロザさんとしてはどうやって復帰崩すか、スキルを出す。しかしスローさんも冷静にダブラリをやって、でそこさあお手玉で転ばしてそこで上にやって、さあここからどうなる。さあ飛んできたところをさあ遠距離で、もう遠距離で離す。さあカニ歩き的にやって、さあこれ、さあお前から離れる。さあザンギにうまく探せないところをさあ、しかしここでダブラでやって、さあここしかしゲージありましたね。さあナイトメアで 1-1 となりました。さあ3本目伸ばす、よしよしよしと投げる、やってさあこう転ばす。さあそこでスクリュー、さあここからどうなる。さあもう一回やる、しかしさあサイコクラッシャー、そこはできるか。さあさあめくってのコンボ完全にピヨってす。さあここでもうこれはナイトメアになっちゃうか、そこもまだ勝負分からない。さあそれを固めてほしいか、あしかしサイコクラって。さあ友田さんがこれで3人抜きですね。じゃあ次がこれですね。頑張っていきます。今友田さんが、3連勝ですね。すいません。おっと、コバに勝利を合わせ、しかしまだ油断はできない。絶妙な置き決めですね。あー最後は真空削り。危ない、波動を2発目打ってしまう。しかしナイトメアがあった。ひよってしまった。続いて、トモさん4連勝でノブさん、あれここで、ですね、
友田さんが5連勝目をしたらば単独2位になるので、はい、一応そこでループは終わりにしましょうということですね。これもし、これもし友田さん負けちゃうと4連勝3人っていうすごい面倒くさい話になるんですけど、そうですね、はい、じゃんけんしますか。じゃんけんもなんか切ないですけど、でも巴戦とかやってると決着つくまで結構かかりそうですからね。そうなんですよね、一先対決。そうですね、やって分かったんですけど、金なくなるまでとか言ってもどこでやめるかは分かんないですね、これね。これあれですよ、あの予想つかないんで、はい、なくなるまでは避けた方がいい気がするんですけど、そうですね、あとね、時間できるってのも昔考えたんですよ、1時間だけやってっていう、はいはいはい、藤里なら10時まで。時間だと不完全燃焼な感じもしますけど、ね、結局どうすればって話もあるんですけど、まあいろいろ試しながら。そうですね、まだまだあれですからね、はい、ちょっと東西線形式だと心もとないですもんね、寂しい感じもしますしね。さあ最後はホバトンゴザさんが5連勝で単独2位ということで、いいところで決めてくれました。はい、信じてました、僕もこれを信じました。これ勝ってくれないとちょっと面倒くさいことになってましたからね。で、そしたらそうですね、ニーアーさんの剣と、政治の話がゴニョゴニョありましたが、じゃあこれ決勝です、決勝は3先です。はい、はい、決勝 1P が、友田さん、 2P がニアさんってことで、ベガー剣対決、なんか前にも見た気がしないでもないですけど、どうですかね、あったような気がします。さあグダグダだが取ったのは友さん、これ今日ちょっと特殊で、はい、勝つだけ見るとあの連勝数ニアさんの剣が1位っぽいんですが、はい、友さんの手があの途中で打ち切ってますので、もしやっててもらったら10勝したかもしれない。そうですね、まあ、1周目と2周目でキャラ、あ、最初の1キャラ目しか決めてもらってないですからね、あとはかぶせみたいな感じで。そうですね、おっと振り向きが間に合わなかった。さあ台足、台足がかなりの肉弾戦、どうなんすかね、やっぱゲージ持ったらベガですけどっていうところで、あれゲージあっても剣なのかな、いやー、どうなんでしょう。とはいえどっちも、強キャラではないっていうところですよね。面白いところですよね。お互い、お互いめくりから一発を持ってる者同士っていうのはなんかどっちが強いのか分かりにくいですね。そうですね。で、1試合目はまずニアさん、さあなぜか勝っているぞ。これ面白いですね、ね、連勝数でいってるのに決勝は強キャラではない2キャラが選ばれるっていうね。友田さんはメインキャラで、まあまあそうですね、大会でもかなり勝ってますけど、まあ新谷さんが最初10勝したのはすごいですよね。そうですね、剣で、まあ、我々もやられているという。そうですね、ボコボコされてますからね、全員やられてますからね。さあコンボミスか、逃げ賞金をちょっと見ますね、気合の投げ、ちょっとレバーが馴染まないか、
レバーの調子が悪い。なるほど。ここのレバーのあんまりグリス塗ってないんですよ。なるほど。そのネガティブ情報をネットで配信するのはどうかと。まあまあ、さあ掴んだ。なくても動くっていうね。昇竜置いてある。昇竜足元ダブルニーで2、3回か気持ちよく削ったんですが、最後は昇竜置いてあった。遅らせダブルニーにも昇竜。さあ遅らせ遅らせなんか読み合いがなんか2、3周してますね。おっとめくりからの台足。さあリーチをかけちゃったぞ。皆さん2連勝。ちょっとね、本人は弱気な発言してたんで、まさかのですね。さあ、これ勝って、これストレートで勝ってしまうと、今日のニーアーケンを倒した男がいないになってしまいますよ。お、それはまずいっすね。膝。お、竜巻から膝。投げ返し。お、ホバーもガード。ホバーから投げられる。お、振らせ2から、昇竜。昇竜。沖昇竜すごいっすね。早い、膝。おっとしゃがみくらい大足。まさかの本当にリーチだ。さあダブルに。さあピオリーチ。おっとうまく重なってない。遅らせたがためにですね。遅らせ2読み、遅らせ昇竜読み、さらに遅らせ2みたいな、なんかそんな感じのことやってますよね。よくわかんない感じですよね。膝はうざいですよね。膝うざい、あれを考えたやつはどうにかなればいいのに。そうですよね。さあめくりが入ってピヨッタ一矢報いた、さあここから決めておきたかったかニア。ここでストレートはいかなかった。友澤ベガがエンジンがかかってきたのか、温まってきた感じですかね。あもうダメという。お年寄りは長期戦に弱い。弱気な発言がニアさんからありました。そろそろ寝る時間です。いざ。さあ2。おっと生きている。昇竜ゼロノットなのか剣は。おっとあ投げ返していた。暗い投げですね。まあベガも対空ないから剣もバンバン飛べますからね。起き上がりに重なってる分にはどうしようもないですからね。さあゲージ溜めたい、ゲージ溜めたい。溜まる前に球を踏んじゃう。おっと投げ返した。さあ無理やり溜めてから最高。踏んでしまった。お、回りましたね。追いついたぞ。おっと最後の試合ですね。よし、正面からポンポ入るかと思って最後まで入れ込んだんですが、おっと寄ってしまった。二立てから逆にリーチをかけたのは友澤。巻き。おっと。安く済んだ。さあ当たらない。最後当てる。さあワンチャンあるかなかった。投げ早かった。お互い1-1。さあ接戦ですね。本当に本当の最後のラウンドですねこれで。さあやらせのダブル KO でもなければ最後のラウンド。サイコ。サイコ踏ますのうまいですね友田さん。
投げに行ったか今のは。ダヤシダブルに、おっとダブルに優勝は友澤部が、おめでとうございます。おめでとうございます。死ぬか、本当に死ぬかと思った負けるかと思いました、うん、いや接戦でしたね本当。最後はちょっと運が良かったです。ありがとうございます。いやお疲れ様でした。そうっすね、ちょっ、4回ぐらい今日できてませんか。はいはい、あ、妥当ですよね。そうですね、おデートの式は50円2クレなのでスパツ X なんと。そうですね、100先してもあれ100先じゃない、じゃないですね、100先ではないですね、いやばいですね失礼しました。100戦してもですね、財布に優しいという、そうですね、もういつ誰の挑戦でも俺は受けるというスロデブさんのね意気込みが、はい、やっぱり感じられます。で来週は、XS と前夜祭、そうですね祝日なんですけれども、今のままだと夕方6時開始の予定なんですけど、まあ、決まったらまた、ネットの方でアナウンスあると思いますけれども、そうですね、来週8月11日山の日ですね。そうですね、はい、金曜日山の 山の日なので、うん、ゲーセンに行こうと。そうですね、まあまあ、ここそうですね、デートな式で前夜祭で、おそらく式の細道ルールでやると思います。なるほど、まだ詰めてる最中なんですけど、2大進行の式の細道みたいな感じかな。あ、予定では。 そういうことで、そうすると配信は1台しかここできないんで。そうですね、配信は1台ですけども、うん、あれですよね、残念ですけど、まあ、そういう形で、でちょっと何人参加かわからないんで。そうなんですよね、細道ルールでやるんですけど、まあ、他のルールやっても一緒なんですけど、前夜祭とかは結局どのぐらい来てくれるかいまいちわからないところがあるので、まあ、当日ちょっとルールが変わったりなんかバタバタするかもしれませんけれども。そうですね、この前ここデートなし期で行われた、5月の、かける号もですね、はい、前夜祭も同じこちらで行ったんですけど、ちょっとね、進行がゴタゴタしてしまったところがあったんで、ちょっと無理もない感じですね、人数集まりすぎたんで、皆さんご協力いただけると非常にありがたいんですがっていうところで、うん、70人ぐらい、エントリーの7割ぐらい来てくれるんじゃないかと。なるほどなるほど、エントリーの7割、なるほど。先生とかは明らかにその日ぐらいからもう来てるので、まあ、そういうことですね、前乗りってことですね。だから、まあ、はいはい、あとは地元勢が結局ね、そうですね、そうそう、どのぐらい来てくれるか的なそういうところもあるんで、うん、何かあります？まあそんな感じで、はい、今日は割とサクサク進んだかな。そうですね、はい、時間まだ10時半前ですね、はい、というところで配信はまだまだの試合台で続いてますというところで、じゃあ、はい、何もなければマイクはそうですね、まだもんで、はい、あとはの試合の配信を楽しみください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。
Round one, fight! Fight! Hold on higher!
Yeah.
あ、こんばんは、店員です。そうしましたら、閉店の時間が近くなってまいりましたので、まあ、今の事態発生してないようですし、そのまま放送は切ってしまいたいと思います。来週は前夜祭ですね。また盛り上がると思いますので放送の方来ていただければと思います。また来週お会いしましょう。お疲れ様でした。